てねえよ。2.99999だろ。あれねえよ。でもよ、昨日のマイドンナイトの負け、やつは認めたから、俺も今日認める。負けだよ、リング上では。ああ言ったけど、負けだよ。でもよ、俺はこの場で終わんねえぞ。お前また論外か。論外なんて呼ばせないからな。これでよ、王冠とまた俺が一つ下がって、王冠と同率で2位か。このシリーズまだまだある。俺は絶対一番上に残り詰めてお前とやる。お前とやって勝つ。それだけだ。チャンピオンの高橋ひろみにリング上で今言われちまったよ。力を抜けってな。でもな、この俺にはそんな器用なことできねえんだ。常にハイボルテージ、常に全力で全力で戦ってるんだよ。力なんか抜いてられるか。100% ボルテージ、 100% 全力の力で。高橋ひろむ、お前に前哨戦だろうがチャンピオンシップだろうがぶつかってやる。残りの前哨戦もだ、初挑戦のタイトルマッチもだ。俺は力抜かずに 100% 100% のボルテージで打ってやるぞ。いや、日に日に威力が増してってる。それを肌で感じるよ。そしてショーのその、なんだろうな、この力何から来てるんだろう。俺は聞きたいよ、翔に聞きたい。あなたの夢は何ですかと目の前で聞きたいな。聞こうかな。そうだよね、こうやってコメントブースがあるんだもん。ここって別に自由に使っていいんだよね。ねえ、それだったらここで翔と夢のお話、そしてどれぐらいこの IWGP のことが好きか、そして欲しいか、そういうのをじっくりと聞く機会があってもいいんじゃないかなと。なんか敵同士、会話がないというのもなんかおかしいんじゃないかなと。俺と塩だったらそれが許されるんじゃないかと。敵同士のインタビュー、なんか敵同士の対談、そんなのもありなんじゃないかなと、なんか今日ふと思ってしまいました。それぐらい塩は熱い男で、俺がすごい好きな男。まあ俺の一方的な恋心なのかもしれないけどね。彼はこのベルトにしか興味がないかもしれない。でも俺は興味があるよ。あんな面白いこと、俺はずっとやり続けない。この長い長い前哨戦でもやり足りない。なんか飽きない。なんかそんなぶつかり合いを彼とができるかなと、なんかそんな風に思います。ぜひ対談、タイトルマッチ前に対談ありなんじゃないかなと思いますね。昨日のイルミネーションマッチで俺を倒し、そして現在単独2位に浮上した本間朋晃。今日も勝てば単独首位もありえたんだけどね。今日の負けで現在首位を走る辻陽太の背中はだいぶ遠くなってしまったんじゃないの。それにしても今日の本間の動きは良かったね。動きも良かったし気迫も感じられたよ。でも皆様よく考えてくださいよ。そんな本間を引き出したのは一体誰ですか。誰のおかげでここまでの本間をリング上で皆様にお見せすることができたのか。まあ本間自身が一番よく分かってるでしょう。なあ本間、俺に感謝しろよ、カブラ。